ちは、近所のおばあちゃんです。誰？今日誕生日の皆さんおめでとうございます。そして、いずれ誕生日が来る皆さんもおめでとうございます。お、急にどうしたんだよ。いつも動画を投稿する2日前か前日にコミュニティの方で動画の宣伝をするんですが、なんか投稿日の今日誕生日の方が多いんですよね。お祝いしないといけないな。皆さん、誕生日おめでとう。何語だよ。まあ今回やることを説明します。海底神殿攻略するんでしょ。まあそれもそうだけど、まずは皆さん忘れてるあれをします。忘れてるものなんてあったっけ？え、ないよ。死ね。まず海底神殿を攻略するだけじゃ面白くないので、砂を準備します。砂を準備するってことはまさか。はい、そうです。砂かけババアになります。なるな。砂で海底神殿を囲って水抜きしやすくするんでしょ。そうそう。まあシングルでは諦めちゃったけど、今回5人もいるし海底神殿水抜きできるんじゃねと思ってやってみます。でもそれするなら砂ってかなりの量必要だぞ。とりあえずシューカーボックス4つ分くらいの砂を集めました。はい、ひょっこりはん。黙れ。ということで全員集まったので海底神殿の攻略に行きましょう。前回の最後にちょこっとだけ行ったところを攻略しよう。確か X2600 の Z がマイナス900くらいだったよ。いた。わかるかちゃんとここにあるって書いとけ。しょうがねえよ。いやマルチだとチャンクの読み込みが遅いから急に壁が出てきてぶつかったりするんですよ。壁にぶつかるって、人生と同じじゃねえか。そうだねえ。ここら辺に海底神殿あるはずなんだけど、多分ボートでここら辺うろちょろしてたらあるはず。ありました。とりあえず全員車で待つか。まあ採掘速度低下とかつく前にネザーポータルとか作って拠点からここまですぐ来れるようにしたい。着いたわ。まあブロックの置きミスしない限り大丈夫だから。まあ拠点からここまで結構離れてるからゲートだけ繋ごうぜ。とまあゲートだけ繋いだのでこれで近道で拠点に帰れるようになりました。はい。ひょっこりはん。黙れ。このままだと水面にいるガーディアンの攻撃が痛いので床を作って壁を作ります。とりあえずベッドを置いてリスポーン地点を固定しておこうよ。これでもし死んでもまたここからリスポーンできるしな。東しな、南の島の村の闇の下。リスポーンできるしな、東しな、南の島の村の闇の下。は？とりあえず真ん中だけ暗地になったからこれで死ぬことはないんじゃないか。これ上から入れるように水も砂で止めておきましょう。まあ砂だと上から掘っていけばいいだけだからね。え、採掘速度低下ついてるから砂掘れなくないか。はい、忘れてた。最悪だろ。まあそれはいいとして。いいのかよ。海底神殿攻略といったらドアですよ。水中にドアを置くことで息継ぎポイントが作れるんだよね。木材はいっぱいあるので結構多めにドア作っておきましょうか。5人分で切らさないくらいは欲しいね。とりあえず1人16個くらいあればいいやろ。文句あるやつはトイレ掃除した後のブラシ顔面になすりつけます。汚ねえな。まあ誰かさんが砂で上塞いじゃったから正規ルートで行くしかないね。あれやそいつ私だ。入り口はこの正面のところしかない感じかな。とりあえずここで息継ぎ場所作りましょう。いやーこれマジで便利だよな。ただ苦しいのは採掘速度低下がついてるところだけ。でもそれがやめられない止まらない。やっぱカビセン。やっぱエビセンな。行商人からオウム貝を大量に交換してコンジット作ったから一応置いとくわ。てかこれあるんならドアいらなくねえか。そっか、水中でもずっと息できるようになるんだったわ。しかも暗視効果とか採掘速度も上がるからね。いやそれはマジで再建やんこー。むちゃくちゃじゃねえか。とりあえずここまで来たのはいいんですが、次の道が見つからないんですよ。うわ、何これ。なんか進捗解除されたな。撮影はお控えくださいだって。はい、じゃあ皆さん進んでいきますよ。とって。このドア置いた場所の真上に通路ありましたとさ。こんなにわかりにくかったっけ。まあ早速最初のボス見つけたのでさっさと倒しちゃいましょう。確か全部で3体いるんだよな。全部倒さないと採掘速度低下解けないからさっさと倒してこう。さすがにネザライトフルでコンジットもあってダメージ増加5件なのであっさり倒せました。ドロップ品はスポンジだぜ。ボブンジスボ。スポンジボブな。次に2体目を倒すので別のところに進んでいきます。てかさっき落としたスポンジは水抜きにおいてめっちゃ重要だから大事にしないとね。スポンジ部屋とか見つけたいな。金ブロックが隠されてる中心部まで来たんですがめっちゃガーディアンいますよ。なぜかコンジット機能してないから一回ドアを置こうぜ。あぶね。とりあえずここで落ち着いて一気にガーディアンを処理していきます。ガーディアンのビームは防御力無視だからマジで痛いぞ。でもこっちには攻撃力が強い剣があるから無理でした。はっや。まあもう全部倒すのは時間がかかるので突っ切りたいと思います。まあ結局ビームは動いてれば当たらないからね。奥の方に2体目のボスいるじゃん。まああとの2体は同じやつなのでこんな感じにボコボコ殴ってなんとか全ボス倒せました。あとはスポンジ部屋を探すだけした。普通にボス部屋の隣にあったわ。とりあえずまだ採掘速度低下効果がついてるので溶けるまでオープニングでも歌いましょう。頭おかしいんですか？まあマジで5秒くらいで考えた歌詞だから許して、次まともだから。では効果が切れたのでスポンジ全部取っていきますよ。まともとは？多分スポンジ部屋はだいたいスポンジ20個くらいあるからマジで助かるよ。ではスポンジ全部取り終わったので水抜き始めていきますよ。それじゃあまず水を抜くために大量の砂で海底神殿を加工作業をしていきます。砂で囲ってそこからさらに細かくしていって水を抜くやつね。この海底神殿の壁を沿って正方形に水面まで砂を置いていきます。正方形って言っても一辺がめちゃくちゃ長いから大量に砂消費するよ。いやマジでうちの双剣美茶くらい消費するから。知らねえよ。上から見るとこんな感じで、この赤色の部分を砂で囲うって感じです。かなりの労力だけど5人でやればすぐ終わりそう。ちなみにこれ20倍速にしてるんですが全然進んでる様子しないですよね。まあほとんど海の中での作業だからね。まあこんなダラダラしたところを見せてもあれなので少しずつカットしながらお送りし
します。ちなみに私の砂の置き方は低めに一列並べちゃって少しずつ上げていく置き方なんですが、マリサとヨウムは半自動機を作ってそれで置いてるんですよ。やばない？何が？いや半自動だとマウス長押ししてればいいだけじゃんめっちゃ楽じゃん。いやそれはキーボードがかわいそうだ。今すぐ謝れ。お前もやってんじゃねえか。そういえばスポンジってかまどで焼く以外にネザーに設置すれば乾燥させることができるんですね。初めて知りましたよ。これだったら圧倒的にかまどで焼くより早いじゃん。シングルの時は普通にかまどで焼いてたもんな。なんで早く気づかなかったんだろう。バーカだからじゃないかな。まあ5人いたので割と時間はかからずに囲い終わりました。でもやっぱり砂の数が全然足りねえよ。もう小さい砂漠一つ潰すくらいの勢いで取ってこないと何にもないよ。手を止めたら何もできんよ。ちなみに上から見たらしっかり正方形になってます。ずれてなくてよかった。次はこの中をワックルみたいに網状に砂を置いていきます。地味にわかりやすいな。置き方は5マス開けて網状に置いていくのでしっかりブロック数えて置いていきますよ。ここからもマジで地味な作業だね。まあ中は真ん中に行くにつれて水位が上がってるから周りほど砂も積まなくていいのが楽だけどね。じゃあ作業が続くということで毎回恒例のお風呂入らん対決。最悪だな。それではいつも通り少しだけ質問返していきます。ゆっくりムービーメーカー4は使ってますか？うわこれは編集してる人にしかわからない質問だ。まあ真面目に答えるとゆっくりムービーメーカーはここ3年くらい使ってなくて全部 AVI ユーゲルだけで動画を作ってます。なぜこのチャンネルは珍しくマリサがボケによく回るのですか？バーカだからじゃないかな。しばくよ。まあいつまでも突っ込んでいないで現実を見ろという暗示ですよ。最初の前回のあらすじが好きすぎるので全部まとめてくれませんか？これ結構コメントで見るんですが、今回でパート10という切りのいい数字なので、この動画を投稿した数日後にこの動画までのオープニング集を少し編集して投稿したいと思います。しかもパート1だけ初回なのでないじゃないですか。でもそこに特別版ということで新しくオープニング作ってみます。絶対やれよ。それでは砂詰めの方が完了しました。動画終わっていい？ダメ。途中段は置いておいて、これでやっと水抜きができます。この一マス分の四角形ならスポンジで水が吸収できるからね。ということでスポンジを持って水の部分に置いてみましょう。うわめっちゃ吸収すんじゃん。これで水を逃さずに下までスポンジを置いていくんだね。ボブンジスボ。スポンジボブな。だいたい水面から1ブロック下くらいにスポンジを置くと効率よく吸収できてる気がします。まあ数も限られてるし、わざわざネザーで乾燥させないといけないからな。水を抜いたらしっかり濡れたスポンジを回収してネザーで乾かしに行きます。バケツリレー方式でやった方がいいかも。まあこの一連の作業を5人で全ての四角の中の水を取っていきます。そういえば途中で他の海底神殿見つけて、そこにもスポンジ部屋があったから、スポンジ全部で1スタックはあるぜ。てかこの網状の画面ずっと見てると目の錯覚で黒点が見えてきますよね。頭おかしくなりそう。もうおかしいだろ。30分くらいで全部の水が抜き終わりました。同じ作業ばっかりで頭おかしくなりそうだけどな。あとは下から松明を置いて砂を撤去するだけだよ。せっかく砂を置いたのに壊さないといけないというちょっと悲しい結末ですが頑張りましょうか。砂の下に松明を置けば上から降ってくる砂は自動的に破壊されるので、こんな感じで枠以外の砂を撤去していきます。この作業がなかなかに気持ちな。まあこれはポンポコポンポコしてるうちにすぐ終わりました。まあほぼ1列1ブロック分壊して終わりみたいな感じだからね。ではそろそろ海底神殿の全貌をお見せしましょう。はい、ひょっこりはん。黙れ。いやー、これすごくないですか。ついに海底神殿の全貌を目の前で見ることができたよ。てかこんなに海底神殿ってでかかったんだね。実際に歩いてみても島ってぐらいの大きさありますよこれ。てかこれはコレクションとして残しておくのか？え？壊すよ。壊すの壊すの。そりゃやっぱりマイクラと言ったら破壊でしょ。ちげえだろ。まあもともと壊す計画で進めてたので最後までしっかりやりますよ。まあこの神殿のブロックとかも普通に欲しいし。ということでまず拠点からビーコンを持ってきて海底神殿の上くらいに設置しておきます。能力はもちろん採掘速度上昇だな。いや違うよ、何言ってんの。え、間違ってんのか。採掘速度上昇だよ。しばくぞ。てか私が神殿の中の水抜いてたんだが、めっちゃガーディアン取り残されててかわいそうだぞ。もう10匹以上いるじゃん。まあこいつらは悪いモブなのでしょうがないですよ。それじゃあみんなで海底神殿をぶっ壊していきます。私とサナエは下で地下の水抜きやってるわ。まあ効果ついてれば3人でもすぐ壊せるだろ。スピード的には焼き石みたいにポコポコ掘れるので、もうあっという間になくなっていきますよ。ということで破壊活動開始から10分も経たないくらいで床まで破壊できました。マジであっという間だったな。これ上からの視点で早送りするとすごいですよ。どんどんアリが生き物食べてるみたいに見える。たった3人でも意外と早く終わるもんだな。ただまあ問題がこの床の下でして、水抜きをまたしないといけないので、また少し砂を設置して壁作ってスポンジで吸収しないといけないんですよね。だるやれ。まあその床の下が見ての通りこんな感じで、まさかの沈没船もあるんですよ。やばない？まあ結局ここも全部同じ作業だから同じことするだけだよ。まさにやめられない止まらないガッパエビゼブだね。ガッパエビ船な。よし、これで最後の水源だぜ。お、これでやっと完全に水抜き終わったよ。あとは上の床壊して下をきれいに整地するだけじゃん。じゃあまず下にある砂利とか山になってるところを整地して、次に天井も剥がしていけば。ということで海底神殿完全破壊完了しました。私も完全破壊されたけどね。いやーほとんど露天掘りと変わらないよこの作業。なんなら露天掘りよりきついかもな。あ、そういえばこのままだとモンスターが湧いて面倒だったので、
プリズマリンのハーフブロックで埋めました。ハーフブロックだったら敵も湧かなくて安心だな。まあせっかくなので次回はここにガーディアントラップとか作ろうと思います。それでは今回はここまでです。今回はかなり作業多めだったね。今回達成した新曲と、目標リストの海底神殿の水抜き達成です。結構いろんなもん達成してきてるんだな。それではこの動画が良ければチャンネル登録高評価お願いします。それでは、5人で作業するということは1人の5倍のスピードで作業が進むということでした。